両親へ、お父さんお母さんに向けて手紙を書きます。まずはじめに、僕を17年間育ててくれてありがとうございます。僕が今こうして幸せな人生を過ごせているのはお父さんお母さんのおかげです。そして12年間バイクに乗らせてくれてありがとうございます。それは時に厳しく怒られたりする時などもあり、その時つい僕自身も言い返すこともあります。しかし怒られ方が弱い強い関係なく、それは僕自身のことを思ってくれているからこそだと思っています。怒られることは辛いことです。しかし言われているうちはいいけど、言われなくなったら終わりだよと言われたことがあります。そう言われてからは、言われたことを少しだけど最近はよく聞くし、受け入れ言い返しも減らすようにしています。この手紙を聞いている頃は、何が言い返さないだとか持ってるかもしれませんが、今は少しずつちゃんと話も聞くし、話を受け入れるし、言い返しもしないにしています。話は少し変わりますが、お父さんは朝から晩まで働いて、僕らに不自由なく暮らしをさせてくれてありがとうございます。お母さんは僕が寝ている中、早く起きて学校のお弁当や朝ごはんを作ってくれ、帰ってくればきれいに掃除してあり、過ごしやすい家にしてくれてありがとうございます。それとは別で、この間お父さんが倒れてしまい、レースをこの先続けていけるかも考えてしまうぐらいでした。しかし元気になったお父さんの姿を見て安心できました。元気になった今だからこそ、親のありがたみを今回のことで前以上に感じました。来年は僕も18歳になるので、できることもたくさん増えます。今後はお父さんお母さんの大変さを実感できると思うので、少し負担をかけずに済むと思いますが、まだまだ未熟な僕ですが、これからもよろしくお願いします。若松レイ。